元キックボクサーで俳優、宮城大輝、33、が5日までに自身の X、旧ツイッターを更新。自家用の高級電動自転車を盗難されたことを明かした。宮城はまず、拡散お願いします。愛車の赤のメテ X、正しくはメイト X、が盗まれました、と定価にして37万円ほどする愛車の盗難を報告。地図の画像を添付し、メアタグをつけているのですが場所は、渋谷区新千町20-9を示しています。見つけたら教えてほしいです。返してほしいです、と伝えた。盗難されたのは2台だということで、しかも2台で、1台目盗まれてた優しい先輩から譲り受けたものになります。協力お願いします、と呼びかけた。宮城は続けざまに犯人らしき赤い T シャツを着た男が、宮城の自転車に乗って逃げる映像を掲載し、防犯カメラを確認したところ、この人が犯人です。僕の自転車返してください。元の場所に戻しといてください、と悲痛な思いを綴った。さらにその14時間後にも、皆様たくさん DM、拡散ありがとうございます。この、近辺を探しましたが家の中にあるのか。まだ見つかってませんが、諦めずに見つけ出します、と最初に投稿した場所に近い場所を示す地図を添えて、探索に努めている様子を記した。宮城はタレントの小池美優、29、と3月28日にそれぞれのインスタグラムで結婚を発表している。